グリップスホルムは、スウェーデンのスウェリッシュアメリカライン EN が建造し、運行していた定期航路用客船。なお、他にグリップスホルムの名を持つ客船は1957年に、竣工した、同船車の二代目や、他船車が1996年から1997年に、運行していた、同名船が存在するが、本港では、 スウェディッシュアメリカライン運行の初代について解説する。1925年に、イギリスのアームストロングホイットアース社で巡航。北、大西洋航路の定期便に就航した客船では、初のディーゼル式船であった。バルト海域の陶器を定期便運航する他、船舶同様に船首は対氷構造、船体全体の構造強度は、同等規模の船舶より高い堅牢な仕様で、 設計され、姉妹船の1928年建造のクングスホルムとともに、同航路のほか地中海や南米方面へのクルーズにも就航し、1937年には、甲板室の改造を行った。第二次世界大戦勃発後、1942年から1946年の間は、アメリカ政府にチャーターされ、連合国。 数軸国間の外交官や居留民等の引上げ者を輸送する交換船として使用された。戦後の1949年から1950年には、選手部延長、煙突を新しいものに交換、客室近代化等の改装を実施。1954年に西ドイツの北ドイツロイド基線に売却され、翌1955年に、 ベルリンと解明しきた大西洋航路に就航していたが、1966年にイタリアに売却解体された。ありがとうございます。